どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、私のダイヤモンド修行ね、第2ルートを紹介しようと思ってたんですけども、まあ、それと一緒にね、私また、今年もクアラルンプール発見のね、ニューヨーク経由の東京でクアラルンプール、まあ、海外発見の東京を経由してニューヨークの往復なんですけども、今年もねこれを利用して、ダイヤモンド修行ね、これからして、まあダイヤモンド修行中なんですけども、このルートをね利用しますので、まあ今年ね SFC 修行検討されている方、もしくはまあ来年ですね SFC 修行しようかなという方、もしよかったらまあこちらね2周するだけで SFC 修行ね完了しますんで、まあもしよかったらね参考にしていただければなと思って撮っております。で、私は、このルートを実際に使うんですけども、私の場合はね、まあ、ダイヤモンド修行ということで、まあ、このルートだけだと、この往復をですね4回やんなきゃいけないんですね。クアラルンプールから東京乗り継いでのクアラルンプール戻りを。ですので、まあ、私はまあいろんなルートをね、利用して今回ダイヤモンド修行するんですけども、そのうちの2回はねこのクアラルンプールの東京ニューヨークをね利用しようかなって今のところ考えておりまして、皆さんのねもし参考になればいいなと思って動画を撮っております。で、まずですねこのクアラルンプール発見の東京乗り継ぎのニューヨークのクアラルンプール戻りですね、このルートなんですけども、プラチナ会員 SFC 修行という意味ではこのルートを2周、まあここクアラルンプールに1回戻りますよね。ここからまたこういうふうにスタートして、最後またクアラルンプールに戻る。で SFC 修行達成、プレミアムポイント5万ポイント以上貯まります。で、まあもちろんこれ海外発見ですので、行きもし私みたいにですね去年やったクアラルンプールからクアラルンプールでまたここからここ行って、まあ、こっちに東京、クアラルンプールから東京で、東京からクアラルンプールをつなげてやると、やるとっていうか、まあ、これ海外発見なんで、東京からクアラルンプール、もし、さらにクアラルンプールから東京っていうルートの発見が必要ですよね、海外発見なんで。で、ANA マイルをねある程度持っている方はこのクアラルンプールまで行くこのルートですね、東京からのルートも、クアラルンプールから東京に帰るルートもですね、おすすめは ANA マイルで取った、通常の普通席で行かれることを、エコノミー席ですね、行かれることをおすすめします。ですけどもやはり SFC 使用するにあたって、できるだけ価格を抑えたいっていう方はこの間ですね、クアラルンプールから最後東京に帰ってくる、東京からクアラルンプールに行く場合ですね、LCC とかね利用したいっていう方も多いと思います。で実際に私も、もう数日でこのクアラルンプール発見の、東京ニューヨークのこの部分ですね、まあ私は全部切り分けていくのでまたちょっと違うんですけども、まあ実際にはこのルートもねするダイヤモンド仕様もそろそろ開始します、するんですけども、この東京からクアラルンプールに行くルートはですね今回 LCC で取ってます。まあ私の場合はまあいろんな航空会社に乗りたいっていうのがあって、まあ値段よりもどっちかというとそっちを優先して、この東京からクアラルンプールの路線を取っております。ですけどもおすすめは ANA マイルで取った、特典航空券か、もしくは現金で取った、まあ、あのレガシーのキャリアっていうんですか、 ANA とか、そういう航空会社を利用することをお勧めします。まあ、これなぜかっていうと、SFC 使用される方で時間が結構ある方はいいんですけども、まあ、社外人の方でねもう一つのルート潰れたらもう全部乗れないみたいな感じで LCC で組んでいくと、東京からクアラルンプール行けなかったらこの SFC 修行終わりに近いんですよね。その一気にルート崩れます。もし最短でとかで組むと本当にこれ5日間ぐらいで
1周、4日間ぐらいで1周できるので、だからこれを2回繰り返すと8日間ぐらいで SF 修行終わるんですよね。実際には8日間7日間ぐらいで終わるのかな、終わるんですけども、そのルート全部崩れちゃうんで、せめて行きだけでもね、 ANA マイルでね、もしくはレガシーのキャリア現金で行かれることをお勧めします。もちろん JAL とかそういう他の航空会社でもいいと思いますけども、まあ、おすすめは ANA で行かれることをお勧めしますかね。まあ、なぜかというと、まあ、本当にその遅れとか、欠航とかそういうリスクはね、できるだけ少ない方がおすすめとなっております。で、まずですね、最短で帰ってくる方法だとですね、もう先ほど全部事前に調べましたんで、まずここはこのビジネスクラスへのアップグレード可能な運賃で検索しましょう。で、いろいろありますけども、とりあえずこの値段をね、今見ないでください。まだルート変わります。で、一番最初に出てくると、こんなルートが出てきますよね。ユナイテッド航空利用したりとか出てきます。で、これちょっといじってきます。で、こっちはいいですね。で、こっちですね。 ANA マイルを、ある程度所有していて、ANA スカイコインに、交換してね、利用されたいという方は一つ注意事項ですね。今選択されているのがこれ、東京、ニューヨークはシカゴのユナイテッド航空が運営しているエクスプレス、こういうのが挟まれていると基本的に ANA スカイコイン使えませんので気をつけてください。 ANA マイルからスカイコインに変えてスカイコインで決済したい場合は、すべてのルートにおいて ANA の運航便じゃなきゃいけないという制約があります。ですので、ここの部分ですね、ここの部分に 100% ANA このルートだと初めて、ANA スカイコインが利用できるというルートになっております。ここだけね、ちょっと押さえておいてください。私もこれ SFC 修行するまで知らなくてね、間違えて決済切ってしまったりもしましたんで、 ANA の運航便が、じゃないと ANA スカイコインは使えません。で、今一応ルートができました。22万1520円で、トーランプール東京、東京乗り継いでニューヨークで、ニューヨークで一泊して、ニューヨークから、羽田で、羽田からで、ここで日付変更制をまたぎますので、3日の11時につい、9時について3日の9時について3日の23時30分で、4日の朝にクアラルンプールに着きます。ですので、4日ですね、4日、これが1回目のルートですね。これをもう1回繰り返すと、そのまま4日の7時10分に乗って、で、ここで日付変更線またぎますので、4日のニューヨークに着きます。で、5日ニューヨークから羽田で、ここで日付変更線を越えて6日で、6日の11時30分乗って、7日の朝に着きます。7日の朝ということは、朝7時に7日に着き、7日の朝にクアラルンプール着きますので、7日の日に、日本に帰ってくることが現実的に可能です。ですので、ルートとしては1日に出て、連続して行う場合は1日に出て、7日の、夕方、昼ぐらいに、日本に帰ってこれるというルートになっています。ですので、こちらクアラルンプール発見ですので、この前に東京からクアラルンプール行かなきゃいけないので、実質には1日から7日なんですけども、実は7日間ではなく9月30日から7日間っていう感じで、全部で8日間ですね。そうですね、8日間、7日ではなく8日間必要っていうことになりますね。そうですね、だからここに ANA を入れると、9月30日の11時発、11時40何分発の、クアラルンプール行きに乗って乗り換えてっていう感じになりますね。それが最短ルートとなりますね。で、このルート
で、取る場合ですね、まず見てもらうのが、まあ、日数はまあ人それぞれね、連続でやる方、切り分ける方いると思うんですけども、切り分けるやり方はまたこの後説明しますんで、まず注意事項としては、この B クラス、B 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 クラス、なってますね。まずこの国際線の CFC 収容されるにあたって、この B クラス、YMBM、YBM、ですね、国際線の、プライムポイントの搭乗ポイント等々をね、ちゃんともらうには、この B クラス、Y クラス、M クラスってあるんですけども、そこじゃないとダメです。ダメですっていうのは、このベーシックとフレックスとか、今フルフレックスで全部やってるんですけども、検索するとですね、YBM クラス以外がヒットしてきます。もちろんその方が価格が安いんですよね。その分プレミアムポイントの搭乗ポイントがね、少ないので、結局これを2周、全部2周したからといって、達成できなくなっちゃいますんで、 YBM なってることだけ確実に見てください。これ見ないと本当に意味がなくなってしまいますんで、そこだけね、注意事項ということになっております。で、これが最短ルートですね。最短ルート、9月30日事前のクアラルンプールに行って、7日の日に日本に帰ってくる。全部で8日間で CFC 修行達成。まあこれは連続してね、やった話になります。でもう一個ね、切り分けバージョンっていうのが実際に可能で、まあ正直あれじゃないですか、この8日間必要ってことは、まあ、8日間のね、休みが取らなきゃいけないっていうことになりますよね。普通に考えて8日間自由な時間があって初めてこのルートありできるっていう話になりますよね。それでは正直きついっていう方結構いると思うんですよ。私も、社会人だった時にやったんで、私はね、気合で10日間ぐらい休み取っていったんで、まああれだったんですけども、そうじゃない方もね、いらっしゃると思いますんで、次は切り分けバージョンですね。まずさっきと同様に、このフルフレックスを選択しておいてください。で、まず10月1日、まあこちらはもちろん海外派遣ですので、9月30日から必要となりますね。9月30日に、東京クアラルンプール行って、10月1日にこの便に乗ります。だクアラルンプールに前日前乗りして、到着した便で日本に帰ってくる。で、これで10月1日1回終わりです。で、搭乗クラスも B クラスで大丈夫ですね。で、その1週間後、まあ、これ仮に1週間後にしてますけども、もちろんこれ1ヶ月後でもいいですし、2ヶ月後でも大丈夫です。で、東京からニューヨーク。東京、ニューヨークですね。羽田から。で、B クラス。で、ニューヨークに、10月8日にニューヨーク10時10分に、15分に着きますね。で、こちらまた最初に出てくるものは、ANB に対象じゃないやつがね、結構出てきますんで、買えます。まあこれは値段一緒なんで、どっちでもお任せします。まあニューヨークにたくさんいたい方はね、夕方の便の方がね、楽ですね。ここですね。ニューヨーク、東京。で、このニューヨークに、これは仮に8日に行って、出発しての15日ですね。ここ1週間空いてますよね。これ1週間はもちろん1週間でもいいですし、2週間でも可能です。まあ、1日でも可能ですね。まあ、ここはニューヨークの、まあ、旅行を楽しむっていうことになっちゃいますけども、まあ、いらない方は1日、もしくは、ニューヨーク旅行を入れたいっていう方は、まあ、こんな感じで、ね、1週間で入れることも可能です。で、B クラス、B クラスですね。で、これでニューヨークの滞在終わり。で、東京に、10月15日に、ニューヨーク出ますんで、日付変更線またいてます。16日の、9時15分に到着します。で、これでまた1回切り分けということなんで、このまま自宅に帰ります。で、その1週間後の23日、東京クアラルンプール。東京クアラルンプール、9時、11時30分発に乗って、クアラルンプールね、朝、翌日10月の24日の朝6時に着くということですね。これも全部 B クラスになってますね。これを、24万1500円ということで、まあ、これざーっと見ると、
こんな感じになってます。で全部エコノミークラスの B クラスとなっておりますよね。で費用が241,510円となっておりまして、こちらはもう完全に切り分けバージョンということですので、まあこれ仮に10月1日8日これ全部1週間で間隔空けてますけども、これが1ヶ月でも2ヶ月でも大丈夫ですので、まあ、ここの費用にかか日数にかかるのが2日ですよね。前日前乗りして1日、まあ、ここは東京ニューヨークに滞在してますんで、まあ、これは1週間で組んでますけども、1日でも可能ですし1ヶ月でも可能ですね。現実的にはって話ですけどね。ですので、まあ、ここは1日にするか1週間にするか2週間にするかはまあ人それぞれっていう感じですね。で、ニューヨークから、東京で、ニューヨークから東京に着いた時点で1回自宅に帰れます。ですので、まあ、ここの最低限必要なのはここは1泊は必要ですので、東京からニューヨークに着いて、ニューヨークから東京で、もし最短だと、8日にで9に出ますんで、日付変更線をまたいで10月の10日ですねに、羽田に着いて1回自宅に帰れる。で23日に、羽田からクアラルンプールに行って、クアラルンプールから東京に戻ってきますんで、ここで1日かかって、そう当日に帰ってくるんで2日間必要っていうことですね。ですのでここで2日あここで2日間ここで2日間まあここで、8から8で9に出るからここで2日間ですね。8に出て8について9に帰って2日間ですね。2日8、9、10、3日間ですね。8に出て8に到着で1日いて、ここは3日間ですね。だから2日、3日、2日みたいな感じで、旅行をね切り分けることができますんで、これだったら社会人の方行けそうじゃないですか。2日間、3日間、2日間の休みをこれに当てて、これで1回目ですよ、もちろん。これでもちろん1回目ですので、これをもう1回ですので、まあ、2日間、3日間、2日間がもう1回必要になりますけども、この切り分けられるっていうことですね。まあ、ストップオーブ、途中降機ってやつなんですけども、この東京、クアラルンプールから東京、羽田からクアラルンプール、これ全部ストップオーバーで利用して、ここは現地滞在みたいな感じなんですけども、ここまで短くなれば、もちろんあの SFC 修行自体は1年間の間、1月1日から12月31日の間で利用できますので、まあ、達成すればいいだけですので、まあ、これを1月にやって1回目で、その2回目を12月にやってもいいですし、まあ、連続してもやってもいいですしっていう、その切り分けができて、さらに、やる時もね、その何ヶ月空いてても大丈夫ですので、まあ、そういう意味では非常に楽ですよね。で、この注意しなきゃいけない点っていうのは、このエコノミーのちゃんと B クラスだけちゃんとなっているということですね。で、私が昨年実際に SFC 修行してね、達成した時はこのプレミアムエコノミーだったんですよね、全てにおいて。でしたので ANA ラウンジがね、基本的に全部の空港で利用できたんですよね。利用できた。ですけども、こちらエコノミークラスなんですね、今紹介してるので。私が次回このルートをね実際にやるんですけども、それも全部エコノミーで取ってます。ですので残念ながらそのエコノミークラスだと ANA ラウンジが使えないので、以前私の動画で紹介している SFC 修行する前にスターアライアンスゴールドになっておくととても修行が楽っていう動画を出したんですけども、ステータスマッチですよね、まあ、そちらの動画を参照していただいて、まあ、これをねやるときには SFC 修行する前に スターアライアンスをねゴールドになっておくと、もしエコノミーを利用したときでもね、全ての場所において ANA ラウンジが使えますんで、まあ、スターアライアンスラウンジ、スターアライアンスゴールドになってANA ラウンジが利用できますので、まあ、ANA じゃなくてもね、そのスターアライアンスグループのねラウンジが利用できますので、おすすめとなっております。で費用なんですけども、24万100
250円ということで、これが2倍かかってきますんで、48万、そうですね、48万2000、3000円ぐらいですか、かかってきます。ちょっとプレイ、私やった時はね、かなり値段は上がってしまうんですけども、まあ、何よりね、おすすめな点としてはある程度ね、旅行が切り分けられるっていうのと、プレミアムポイントのね、計算もしなくていいっていうのもね、あります。で、あともう一個ね、じゃあわざわざこの なぜこのアップグレードね、対象運賃で取ってるかというと、あれなんですよね、アップグレード対象運賃で取ることによって全部エコノミークラスの席なんですよね。当たり前なことなんですけども、先ほど全部エコノミーで取りますって言いましたので、全部エコノミークラスなんですよね。で、私もエコノミークラスなんですよね、全部今回取ってるのも。ですけども、エコノミークラスで取っているんですけども、このアップグレード対象運賃で取ることによってですね、なってますね、全部アップグレード対象 B クラス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 、大丈夫ですね。こっちの方がなぜかちょっと値段が安いですね。こっちだと23万、まあ3000円ぐらいですけど、ちょっと安くなります。で、全部アップグレード対象運賃で取れてますので、まああの、ここのニューヨーク、東京ニューヨークを12時間かかるんですよね。で、ニューヨークから東京、こう14時間半かかります。ここがこのエコノミークラスでこう取ってるんですけども、片道ね、ここ2万8000マイルでビジネスクラス乗れるんですよね。同様にここもビジネスクラス乗れるんですよね。で、まあもちろんここも乗れるんですけども、まあここ7時間ぐらいのフライトなので、まあ行けるっちゃ行けると思うんですよね。まあ、私はですね、今回このルート実際にやるんですけども、まあ、切り分けでやるんで、ちょっと全く同じではないかもしれないんですけども、ここは羽田発とかになるかもしれないですけども、まあ、基本的にはあのルート自体ほとんど一緒、羽田と成田が変わるぐらいですね。で、ここを、ビジネスクラスにアップグレード申請して、無事ね、両方とも、ビジネスクラス取ることができました。まだ第1回目のルートで、これをもう1回私も繰り返すつもりなんですけども、合計2回ですね。1回目のルートではこの両方ね、ビジネスクラスでのアップグレード申請して、無事ねビジネスクラス確保することができました。で、片道2万8000マイルなんですけども、2つで5万6000マイルですよね。ですけども、ここ東京ニューヨークのビジネスクラスって、まあ、実は50万とか40万とかするんですよ。すごい高いんだよね、やっぱり長距離路線で、しかもビジネスクラスフルフラットシートで、行けるということ、行けるし帰ってこれるし、でコース料理が出てきたりとかで、常にご飯が出てきたりとか、常に好きな飲み物、お酒でも何でも飲めるということで、すごい高いんですけども、それが高が2万8000マイルでね、アップグレードすることができます。で、私は、こちらを、アップグレード、こちら2万8000マイルでアップグレードして、私はね、プレミアムポイントじゃなくてアップグレードポイントね、たまたま昨年 SFC 使用した関係で保有してましたんで、まあ、こちらはそっち、アップグレードポイントで、ね、アップグレードしたという感じになります。まあ、アップグレードポイントに関してはちょっと別の動画出してますんで、そちらをね、参考していただければなと思います。で、それではね、最後に、この23万8260円、まあ、これを2周しますんで、合計でね、47万6520円がかかるっていうことになりますよね。っていうことなんで、これをプレミアムポイント、1単価のプレミアムポイントを出しますと、こちら PP 単価と呼ばれている、1プレミアムポイントに対しての、金額ですね、が 9.5 となります。
まあ、基本的には、プレームポイントの単価は、ね、10を下回ればいいんじゃないか、もしくは10ぐらいが、一般的なんじゃないかみたいな話があります。ですので、まあ、私個人として見てはですね、まあ、実際やった感想からすると、まあ、9.5で、まあ、プレミアムポイントで私が本当に面倒だったのは、もしもね、4万9千いくつとかで、このプレミアムポイントがね、止まってしまう、なんかの計算間違いで、そうなった場合、飛行機って行って帰ってこなきゃいけないじゃないですか、自分の自宅、もしくは周辺の空港から。それが本当に面倒くさいなと思ってたので、この計算しなくていいって意味では、本当にこのまんま取るだけで、SFCC をね、達成できたので、そういう意味では楽でいいんじゃないかなと思います。で、まあ私の時はね、プレミアムエコノミーということで ANA ラウンジ使えたんで、まあその時はちょっと条件変わってしまうんですけども、まあ先ほど言った通りね、SFC 修行する前にね、スターアライアンスゴールドステータスマッチでなっておけば、まあ、正直なところ、まあ、ラウンジもね、使えますので、ちょっと費用はかかってしまうんですけども、まあ、使用自体が楽になりますんでね、そういう意味では、スターアライアンスゴールドになっといた方がいいんじゃないかなと思います。もちろんね、いや、その費用、デルタアメックスゴールド発行する3万円ぐらい年会費かかりますんで、まあ、それがいや、その後の費用はいらない、そこの費用はかけたくないっていう方は、まあ、ラウンジをね、利用しなければいいだけであって、まあ、このルートでね、ラウンジ利用するのって、この JFK、東京、成田の東京、ニューヨーク、東京、ニューヨークの東京、ニューヨーク、東京。と、こちらですよね、クアラルンプール、羽田からクアラルンプール、ここですよね、全部で、まあ、4回。まあ、ここをね、まあ、切り分けてやる場合は、そんなに気にならないと思うんですよね。連続でやる場合は、やはりちょっと2、3時間、時間がありますんで、まあ、ラウンジ痛いなと思うかもしれないんですけども、切り分けてやる方は、多分いらないと思いますね。まあ、東京から、クアラルンプールから東京来て、帰るだけ。東京からニューヨーク行く、まあ、旅行して、旅行から帰ってくる、で、一度帰るっていう感じになるんで、まあ、そんなに、切り分けてやる方はね、必要ないんじゃないかなと思うんですけども、連続してやる場合はね、やはりあった方がいいんじゃないかなって個人的には思います。いかがだったでしょうか。今回はちょっと前回の動画よりだいぶ長くなってしまって、まあ、注意点とかもね、全部盛り込んで、紹介させていただきましたけども、まあ、一応ね、プレミアムポイント単価としては9.5っていうなっておりまして、まあ、前乗りと、あと、クアラルンプールからね、東京帰ってこなきゃいけませんので、まあ、そういう意味ではね、まあ、もうちょっと費用はかかるんですけども、まあ、計算が必要じゃないっていう意味ではね、私はとてもおすすめとなっております。で、最後にですね、このクアラルンプールから、東京に帰ってくるルート、東京からクアラルンプールに行くルートなんですけども、一番安いのをね、スカイスキャナーとかで出すとですね、基本的にエアアジアの、11時40分発とかで、6時か5時50分ぐらいに着く、羽田便が出てヒットするんですよね。それが本当に一番安くて、3万とか往復で。往復で3万とか、往復で2万8000とか、そういう結構安い金額で出てくるんですけども、これだとちょっとね、2時になってるんで、あれなんですけども、これがですね、先ほどの、これがフライトが違う。こっちですね。こっちのルートで取った場合、こっちのルート。7時10分発で、本当にトランジットが1時間20分とか、そういうのでヒットするんですよね。あ、ちょうどいいじゃんって私も思ってですね、検討したんですけど、乗り継げません。エアアジアのクアラルンプール国際空港の、到着ターミナルと ANA が出てる、と、あの出発ターミナルって、ターミナルが分かれてるんですね。キリア A と2だったかな、名前は。で、それ、
移動するのに、15分から20分ぐらい、ね、電車に乗るんですよね。でさらに、分かっている通りターミナルを移動するってことは1回入国しなきゃいけないですね、クアラルンプールで。入国審査等々もありますし、そこで結構並んだりとかもするんですよね。まあ、エアアジアの飛行機はついてるってことですので、まあ、ですので注意事項としては、エアアジアで行く場合は、この7時10分発を利用する場合は、切り分けて、2時発とかだったら別にいいんですけど、切り分けて行かれなくて、連続で行きたいっていうことでですね、この時間を使う7時10分発のクアラルンプール発を利用してする場合はですね、エアアジアでその便で23時何分発で行く場合はですね、この便乗り継げないので、そこだけ気をつけてください。で、私はエアアジアで行ったんですけども、1日前乗りしてます。1日ここ心配だったんで1日空けて、10月1日から仮にですね行く場合は、30、29日の夜発の便に乗ったっていう感じですね。それだと丸1日ね、クアラルンプールに滞在してみたいな感じでできるんでいいんですけども、連続してする場合ですね、やめましょう。乗り継げませんので、2次発の便を利用するか、もしくは1日前乗りするか、もしくは、ANA とかそういうね、レガシーのキャリアで行かれることをお勧めします。そこだけね、注意事項ですね。私もエアアジアですごくいいじゃんこの便と思って検討したんですけども、やはり ANA の人に聞いても100% 乗り継げませんって言われましたんで、ターミナルが分かれてるってことをね、説明していただいたんで、やめましょう。それで乗り継げなかったら修行自体がおじゃになってしまいますんで、まあ、今回はね、本当にちょっと30分ぐらいというね、長い動画になってしまったと思うんですけども、ちょっとね、全ての注意事項とおすすめのポイントもね、全て入れさせていただいたので、ちょっと長くなってしまいました。今回の動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いしたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。